か間違いがあった場合のみ介入します。得点か PK か退場かカード提示の人間違いか、これ以外の事象では VAR は介入できません。絶対に引くな、ブレない指揮官のもとハイプレス。京都サンガとガンバ大阪の一戦、ガンバのキックオフで試合が始まりました。っていうのは非常に、まあ、人数もかかってますし、はい、いいでしょうね。ダンダーダバンがダイレクトで打ってきました。ガンバ追いついた。まあ、斉藤美月がクロスを打って弾かれたこうダイレクトのところですけどもね、スローインからですけどもね、まあ、斉藤美月がクロスを打って弾かれたこうダイレクトのところですけどもね、ボールのまあ落ち際をクロスが入る。打てかーキーパー一森、はい、2022明治安田生命 J1 リーグ第7節、京都サンガおよびお客様は遠方の前でご注意ください。なお、ベース前